僕の涙と笑いですね。今年初めて、ね、野球を生涯の仕事にしようと決心したとおっしゃってましたけども、ねうんまあ、ドラフトから1年注目されることの恐ろしさを、ね、痛感したようですけども、うん、このままじゃ終わらないという上で、ね、だんだんこう、そうですね、彼の、あの表情を見てますとこう胸に持っているものはなんか強いものがありますから、まあ、野球やっぱ結果が全てですから、結果出しそうですよ、はい、次は、はいこの後吉川さんのニュースを挟んで今日のスポーツウイニングランをたっぷりお伝えします。これか1、10、100、1000万、10万いいでしょお母さん話せばわかる青春後期目の霞、目の疲れに3.40こんぐらい軽いこんぐらい薄いこんぐらい愛を持って撮れキヤノンビデオアイ新登場スクール東京商科学院Won't you 俺の肩を抱きしめてくれ僕に近いスポーツシビック誕生ホンダプリモからクリームチーズスライスクリームチーズの美味しさがスライスになったクリームチーズスライス雪印それがブナでこいつは水ならだなパパって物知りだなお前誰だ今年も全国152の銀行は自然歩道歩こう大会を応援しています。君がいないとみんな寂しがり秋だから秋のビールが飲みたいなうまさたっぷりキリン秋味新発売秋味か、ニュースはいつものように吉川さんです、はい、でもお伝えします。千葉県松戸市で起きたトンネル水没事故ですが行方不明になっていた作業員のうち6人が事故発生から3日ぶりに遺体で収容されまして今夜合同の仮通夜が営まれました。行方不明となっていた6人の遺体は22日の朝早く相次いで発見され家族による確認が終わった後今夜7時から遺体が安置されている松戸市の杉浦会館で合同の仮通夜が営まれました。この仮通夜には遺族40人のほか飛島建設の社長ら関係者200人余りが参列し個人の冥福を祈りました。仮通夜は1時間ほどで終わりましたが会場から出てきた遺族は足早に迎えの車に乗り込みまた関係者も終始険しい顔つきでした。これで今回の事故で行方不明となっているのは半田利光さん1人となりましたが捜索活動は23日の朝7時半から再開される見通しです。ところで事故原因ですが千葉県の事故調査委員会は22日水が流れ込んだトンネルの入り口を視察しました。事故は氾濫した国分川の水が仮の堤防とトンネル入り口に積まれた土のうを破壊してトンネル内に流れ込んで起きたものとみられており、調査委員会はこの2つの水止めの強度などに問題がなかったかどうか検討していく方針です。さて雲仙普賢岳は新しい溶岩ドームが成長するなど活発な活動を続けておりますが、麓の深井町では今月15日に火砕流の被害を受けた立ち入り禁止区域で住民の一時立ち入りが許可されました。深井町の大野小場地区は死者行方不明者43人を出した6月の大火砕流以来立ち入りが禁じられています。22日は500人余りの住民が役場で許可証をもらい我が家へと急ぎました。行ったら危ないなと死に物狂いできております。もう子供たちは都会にいてですね行くな行くなって言うんですけど行きたいんです。私たちも何にも持ち出してないしですね6月の3日から出たっきりでしょ。
望んでたところですよ。もう今までも心待ちしてるね。大野小場地区は今月15日の大火砕流で民家などおよそ120棟が全焼したばかりで、久しぶりに自宅に戻った住民の中には無残に焼け落ちた我が家を前に呆然と立ち尽くす人の姿も見られました。ところでこの一時立ち入りについて火山学者は、普賢岳の活動が活発な時だけに安全面の保障はできないとして中止を呼びかけていましたが、府会長では住民の意向を尊重して立ち入り許可に踏み切りました。戦闘が拡大しておりますユーゴスラビアの情勢ですが、ユーゴスラビア連邦軍は先ほどクロアチア共和国防衛隊と停戦に入ることで合意したと発表しました。これは連邦政府のカディービッチ国防相が明らかにしたものです。それによりますと、連邦軍とクロアチア防衛隊は EC の調停で結ばれた17日の停戦協定に基づき、現地時間22日午後3時、日本時間の22日午後10時を期して戦闘を停止するとしています。一方、クロアチア共和国のツジマン大統領も22日テレビを通じて演説し、今回の停戦協定を確認するとともに、包囲している連邦軍部隊に対し水と食料、電気などの供給を認めると述べました。しかし現地からの情報によりますと、停戦が発表された後もアドリア海周辺などで少なくとも3カ所では戦闘が続いているということで、連邦軍の攻撃は3日目に入っても止みそうにありません。ユーゴでは6月にクロアチアが独立宣言をして以来4回も停戦協定が破られておりまして、今回の停戦協定が守られるかどうか今のところ予断を許さない情勢です。次は反政府運動の続くソビエトのグルジア共和国ですが、21日夜から22日にかけてガムサフルディア大統領の支持派と反対派との間で大規模な衝突がありまして、死傷者が出たという情報も伝えられてきています。モスクワの金平特派員によりますと、21日夜から22日にかけての衝突で少なくとも45人が負傷し、大統領反対派の1人が抗議の焼身自殺を図って死亡しました。また反対派の未確認情報として、22日未明政府ビルの周辺で起きた衝突で支持派が反対派に発砲し15人が死亡したという証言も伝えられています。さらにトビリシ市内の国営テレビ局は一時反対派によって占拠されていましたが、現在は画像が途切れて大統領を支持する内容の音声だけが流されています。このように支持派と反対派の対立は一気に激しさを増しており、市内の緊張は高まっています。おととし難民船で九州各地に不法入国した難民のうち、集団送還の最終組が22日夕方長崎港から中国に送還されました。送還されたのは日本で生まれた赤ちゃん22人を含む464人で、22日午後バスで大村入国者収容所から中国側が用意した船の待つ長崎港に移されました。日本で働きたいという夢破れた難民たちが乗り込んだ船は午後6時には長崎港を離れて中国に向け強制送還されました。おととしから昨年にかけ日本に相次いだ難民船は23隻、2800人余りが不法上陸しましたが、今回も含め8回に及ぶ集団送還で一連の難民戦騒動にも最終的な決着がつけられたことになります。群馬県安中市の田村健太郎さん親子が行方不明になっていた事件で、別の殺人容疑ですでに逮捕されている土木作業員が田村さん親子の殺害を自供しまして、22日の正午過ぎ2人の遺体は妙義山中で発見されました。遺体で発見されたのは群馬県安中市の田村健太郎さんと長男の智夫さん親子です。2人は今年の7月6日以降行方が分からなくなっていましたが、警察では別の殺人容疑ですでに逮捕している松本操容疑者が幼なじみでもある田村智夫さんのキャッシュカードを使って300万円を引き出していたことを突き止め、窃盗の疑いで逮捕するとともに2人の失踪に関しても追及していました。松本容疑者は返済話のもつれから安中市内の駐車場で2人と口論となり、まず父親の健太郎さんを殴ってぐったりとさせた。その後、智夫さんを連れて妙義山に行き、
そこで今度は智夫さんをスコップで殴り殺し、2人を埋めたと自供しているということです。成田空港に帰ってきた海外旅行客からコレラ菌が検出されるケースが急増しまして、今年はすでに過去最高だった去年の患者数を上回っていることが分かりました。成田空港の検疫所のまとめによりますと、今年は9月20日現在で帰国した海外旅行客26人からコレラ菌を検出しました。これは患者数が過去最高だった去年の1年間で23人という記録をすでに上回っています。患者の感染した国別ではインドネシアの11人を筆頭にご覧のようになっておりまして、成田空港の検疫所では旅行先で和食にこだわるあまり刺身など生ものを食べてコレラに感染するケースがほとんどで、不注意による感染だと警告しています。この後はスポーツです。グラフですか？ええ、グラフなんですよ。私もグラフ書いてんですよ。グラフ？手書き数字をグラフにできる、移行から AI コピーイマジオ誕生。あ、夜、その不安は後ろ漏れの不安です。これがどんな寝返りでも後ろ漏れしないヒップガード。後ろに大きく包み込んでガードします。夜はヒップガードのソフィーサラよりよスーパー。愛すべき人々、働いて強くなる。全く新しい求人メディア、ガテン。26日創刊。ダメなのよね、秋は。なんかこう肩にはまっちゃって。なんでだろうね。リンゴの季節になりました。カネボウ季節のデザート。シネマモードなら運動会がオリンピックになる。ワイドなムービー LT7 ビデオはビクター。高級車移設高まる。ニューアコードインスパイアホンダクリオ。出たぞ。ツイン皮を破ったアーモンドが2粒入ったグリコツインアーモンドチョコ新発売。ほろ苦ついでいただけますか？はい。まろやかなコクと爽やかなほろ苦さです。ほろ苦、アサヒ生ビールほろ苦新発売。それでは、はい、今日のウィニングランです。はい、昨日髪の毛を切ってきたのに今日になっても誰も気づいてくれないと覚えられていた意外に自己主張の強い戸崎さんです。気づいてたんですけどね。秋だからちょっとこう染めた方がいいですか、茶色かなんて。そんなことはいいんですけど、9月22日早速日曜日のウィニングランいきましょう。ドーン。強風の中で行われた全日空オープンゴルフ最終日、去年優勝の中島恒幸はパットが決まらず苦しみます。来たか。トータル2アンダー3位にとどまりました。2位タイでスタートした川西良健は17番で林越えの2オンに成功、飛ばし破りを遺憾なく発揮します。しかし今日はパットが不安定で攻めきれません。トータル4アンダー2位に終わりました。強風と首位スタートのプレッシャーの中で手堅いプレーを見せたのは大町昭義。13番では10メートルのバーディーパットを決めて回を突き放します。結局3バーディー2ボギートータル6アンダー、安定したゴルフで優勝。おととしの日本シリーズ以来2年ぶりツアー4勝目を飾りました。高彩道朝日ゴルフカップ最終日、首位岡本彩子に1ストローク差、2位スタートの山本翔子は今日も安定したプレーを見せ観客を沸かせます。一方、今シーズン日本ツアー2勝を挙げている岡本、この18番アプローチショットに実力の違いを見せます。山本は世界の彩子相手に大健闘、5アンダーの2位で終わりました。岡本も18番バーディーを取ってトータル8アンダーで優勝。今シーズン国内7戦で3勝目を挙げました。貫禄ですか？
経験です。私だって山本選手の時代ありましたから苦い経験もたくさんありますしね。ニチレイ国際レディースシングルス決勝は大会2連覇を狙うフェルナンデスと全米オープンチャンピオンセレスとの対戦になりました。セレスは序盤からフェルナンデスを圧倒します。先ほどのフェルナンデスの話にもありましたけれども、両手打ちの強烈なストロークで相手につけ入る隙を与えません。セットポイントです。力強いサービスに加えてパワフルかつ粘り強いテニスで立て続けにゲームを奪い、第1セットを 6-1 でものにします。第1セットモニカセレス、はい、第2セットに入ってもその勢いは止まらず、セレスの迫力にフェルナンデスは全く自分のテニスをさせてもらえません。しかし入っています。世界ランキング1位のセレスが2対0のストレートでフェルナンデスを下してこの大会初優勝、今シーズン7勝目を挙げました。勝ちました。バルセロナオリンピックの出場権を手に凱旋した日本チームは帰国後第1戦でアメリカチームにストレート負け、第2戦に雪辱を期して臨みました。しかし若手主体のアメリカチームにパワーで圧倒され苦しい試合を強いられた日本ですが、第4セットのシーソーゲームをデュースの末ものにしてようやく波に乗ります。ファイナルセットに入り日本のブロックが決まり始めます。13オールから41本のスパイクを決めたエース中垣がバックアタックを決めて接戦から抜け出します。最後は荻野の鮮やかなブロックポイントでゲームセット。日本は逆転でアメリカを下し対戦成績を1勝1敗としました。ラグビーの神戸製鋼対明治大学定期戦、去年日本一を争った両チームの対戦は前半3分、今シーズン前評判の高い明治が長友のペナルティーゴールで3対0と先制します。しかしその直後にすかさず同点に追いついた神戸製鋼は30分、ルーキー富岡のトライで7対3と逆転。これで自慢のつなぎのラグビーにエンジンがかかります。中でも圧巻だったのはノーサイド直前のこの連続プレー、ボールを持っているのはずっと神戸製鋼です。後半も3トライを加えた神戸製鋼はワールドカップを控えた平尾、大八木ら5人の主力選手を除いたメンバーながら25対3で明治に快勝。今年も進行は強そうです。大学ラグビー対抗戦、堀越、郷田、今泉らが抜けた早稲田の今シーズンを占う開幕戦が行われ、東大と対戦しました。しかし序盤は地に足がついていないのか、ところどころにミスを連発します。今は一試合一試合課題をもらってくる段階だと高橋監督が言うように、まだまだチーム力は未知数、これから秋に向けての仕上がりが注目されます。試合は72対6で早稲田が勝ちました。まあ、ラグビーは今年はワールドカップイヤーですから、大学を中心にかなり盛り上がるんじゃないでしょうかね。以上です。佐藤岡さん、木場さん、どうぞ。はい、どうもありがとうございました。さてプロ野球ですが、明日西武近鉄最後の試合ありますけどもね。今日もね、もうキャッチボールから桃がねやる気満々なんですよ。リリーフ満々、もうそれ扇監督見てましてね、本当嬉しいな、行くぞなんか言ってんですよ。だから明日ね、近鉄が勝ち方になりますと、もう桃リリーフっていうのはね見られますよ。まあ、ゲーム差は 1.5 マジック10ということなんですが、はい、1.5 というのはこれは残り試合から考えると ね負け数が、ね、4つ近鉄の方が多いですからね、それがやはり大事ですね。まあ、でもいいゲームをして、そうですね、最後の最後ですもんね。プロ野球ファンも楽しませてください、はい、また来週お会いしましょう。さよなら、おやすみなさい。CM の途中ですが、今コダックゴールドフィルムでメイプルリーフ金貨が抽選で当たります。揺さぶる色だ、コダックゴールドフィルム新発売。いいね。ここまで磨いてビア吟醸サントリー。さあ最初は30人、続いて60人、いっぱい乗って100人。やっぱり稲葉、100人乗っても大丈夫。安心の強さ、稲葉物置。
銀仕込み銀仕込み銀仕込み丁寧仕込みは喉越しうまい銀仕込み。ประเทศไทยคือหมายเลข66นะคะจะโทรมาที่นี่ต้องกด001แล้วตามด้วย66นะคะ日本の国際電話は00 wonderful一人の女を求めて奇妙な三人のおかしな旅が始まった。こら、どけこら、おじさん。泣きぼくろ、もう一回行こう、もう一回。男ギバちゃんのドラマ敵屋のしんちゃん再び登場。どっかの俺がしんちゃんネバーギブアップ TBS。 あと口さらりとチェロキーボックス新登場。美しいだけで幸せになれますか。これからは頭の綺麗な人フラウ新しい女性誌9月24日創刊。男がタフでなくちゃいけないって誰が決めたかって。そら誰かが決めたんですよ。だからタフでなきゃいけないの男は。はい、同じ。まったく、あんたがドタフマン。着いたら会議ですが。いや、人数が多くて。私これ1枚なんです。フロッピーから直接コピー、理工から AI コピー、イマジオ誕生。おっと、フロッピー。角瓶の水道水割りか、はたまた天然水割りか、飲んでみたいな天然水&ウイスキー、サントリー角瓶、今ならついてます。一歩もお腹もすっきりなのに、とってもしなやか。快適メイクガードル、しなやかさん、ウィングから。一人の女を求めて奇妙な三人のおかしな旅が始まった。こら、どけこら、おじさん。泣きぼくろ、もう一回行こう。新パッケージでさらに美味しい。村田製作所は何を制作しているんだろう。村田製作所。踏切無視はいけません。 JR 東日本。以上です。佐藤岡さん、木場さん、どうぞ。はい、はい、どうもありがとうございました。さて、プロ野球ですが、明日西武近鉄最後の試合ありますけどもね。今日もね、もうキャッチボールから桃がね、やる気満々なんですよ。リリーフ満々。もうそれ大木監督見てましてね、本当嬉しいな、行くぞなんか言ってんですよ。だから明日ね、近鉄が勝ち方になりますと、もう野茂リリーフっていうのがね、見られますよ。まあ、ゲーム差は 1.5 マジック10ということなんですが、はい、1.5 というのはこれは残り試合から考えると負け数が、4つ近鉄の方が多いですからね。それがやはり大事ですね。まあ、でもいいゲームをして、そうですね最後の最後ですもんね。プロ野球ファンも楽しませてください。はい、また来週お会いしましょう。さよなら、おやすみなさい。CM の途中ですが、今コダックゴールドフィルムでメイプルリーフ金貨が抽選で当たります。揺さぶる色だ、コダックゴールドフィルム新発売。いいね。ここまで磨いてビア吟醸サントリー。さあ、最初は30人、続いて60人、
いっぱい乗って100人やっぱり稲葉100人乗っても大丈夫安心の強さ稲葉物置銀次ゴミ銀次ゴミ銀次ゴミ丁寧仕込みは喉越しうまい銀次ゴミประเทศไทยคือหมายเลข66นะคะจะโทรมาที่นี่ต้องกด001แล้วตามด้วย66นะคะ日本の国際電話は00 wonderful 一人の女を求めて奇妙な3人のおかしな旅が始まったほらどけこらおじさん泣きぼくろもう一回行こうギバちゃんのドラマ敵屋のしんちゃん再び登場しんちゃんネバーギブアップ TBS あと口さらりとチェロキーボックス新登場美しいだけで幸せになれますか、ニュースはいつものように吉川さんです、はい、ではお伝えします千葉県松戸市で起きたトンネル水没事故ですが行方不明になっていた作業員のうち6人が事故発生から3日ぶりに遺体で収容されまして今夜合同の仮通夜が営まれました行方不明となっていた6人の遺体は22日の朝早く相次いで発見され家族による確認が終わった後今夜7時から遺体が安置されている松戸市の杉浦会館で合同の仮通夜が営まれましたこの仮通夜には遺族40人のほか飛島建設の社長ら関係者200人余りが参列し個人の冥福を祈りました仮通夜は1時間ほどで終わりましたが会場から出てきた遺族は足早に迎えの車に乗り込みまた関係者も終始険しい顔つきでしたこれで今回の事故で行方不明となっているのは半田俊光さん1人となりましたが捜索活動は23日の朝7時半から再開される見通しですところで事故原因ですが千葉県の事故調査委員会は22日水が流れ込んだトンネルの入り口を視察しました事故は氾濫した国分川の水が仮の堤防とトンネル入り口に積まれた土のうを破壊してトンネル内に流れ込んで起きたものとみられており調査委員会はこの2つの水止めの強度などに問題がなかったかどうか検討していく方針ですさて雲仙普賢岳は新しい溶岩ドームが成長するなど活発な活動を続けておりますが麓の深井町では今月15日に火砕流の被害を受けた立ち入り禁止区域で住民の一時立ち入りが許可されました深井町の大野小場地区は死者行方不明者43人を出した6月の大火砕流以来立ち入りが禁じられています22日は500人余りの住民が役場で許可証をもらい我が家へと急ぎました行ったら危ないな私にものぐるいできておりますもう子供たちは都会にいてですね行くな行くなって言うんですけど行きたいんですもう何にも持ち出してないしですね6月の3日から出たっきりでしょ望んでたところですよもう今までも心待ちしてですね大野小場地区は今月15日の大火砕流で民家などおよそ120棟が全焼したばかりで久しぶりに自宅に戻った住民の中には無残に焼け落ちた我が家を前に呆然と立ち尽くす人の姿も見られましたところでこの一時立ち入りについて火山学者は普賢岳の活動が活発な時だけに安全面の保障はできないとして中止を呼びかけていましたが深井町では住民の意向を尊重して立ち入り許可に踏み切りました一人が抗議の焼身自殺を図って死亡しましたまた反対派の未確認情報として22日未明政府ビルの周辺で起きた衝突で支持派が反対派に発砲し15人が死亡したという証言も伝えられていますさらに飛び出し市内の国営テレビ局は一時反対派によって占拠されていましたが
現在は画像が途切れて、大統領を支持する内容の音声だけが流されています。このように支持派と反対派の対立は一気に激しさを増しており、市内の緊張は高まっています。おととし難民船で九州各地に不法入国した難民のうち、集団送還の最終組が22日夕方、長崎港から中国に送還されました。送還されたのは日本で生まれた赤ちゃん22人を含む464人で、22日午後バスで大村入国者収容所から中国側が用意した船の待つ長崎港に移されました。日本で働きたいという夢破れた難民たちが乗り込んだ船は、午後6時には長崎港を離れて中国に向け強制送還されました。おととしから昨年にかけ日本に相次いだ難民船は23隻、2800人余りが不法上陸しましたが、今回も含め8回に及ぶ集団送還で一連の難民船騒動にも最終的な決着がつけられたことになります。群馬県安中市の田村健太郎さん親子が行方不明になっていた事件で、別の殺人容疑ですでに逮捕されている土木作業員が田村さん親子の殺害を自供しまして、22日の正午過ぎ、2人の遺体は妙義山中で発見されました。遺体で発見されたのは群馬県安中市の田村健太郎さんと長男の智夫さん親子です。2人は今年の7月6日以降行方が分からなくなっていましたが、警察では別の殺人容疑ですでに逮捕している松本操容疑者が、幼なじみでもある田村智夫さんのキャッシュカードを使って300万円を引き出していたことを突き止め、窃盗の疑いで逮捕するとともに2人の失踪に関しても追及していました。松本容疑者は返済話のもつれから安中市内の駐車場で2人と口論となり、まず父親の健太郎さんを殴ってぐったりとさせた。その後、智夫さんを連れて妙義山に行き、そこで今度は智夫さんをスコップで殴り殺し、2人を埋めたと自供しているということです。成田空港に帰ってきた海外旅行客からコレラ菌が検出されるケースが急増しまして、今年はすでに過去最高だった去年の患者数を上回っていることが分かりました。成田空港の検疫所のまとめによりますと、今年は9月20日現在で帰国した海外旅行客26人からコレラ菌を検出しました。千葉県松戸市で起きたトンネル水没事故ですが、行方不明になっていた作業員のうち6人が事故発生から3日ぶりに遺体で収容されまして、今夜合同の仮通夜が営まれました。行方不明となっていた6人の遺体は22日の朝早く相次いで発見され、家族による確認が終わった後、今夜7時から遺体が安置されている松戸市の杉浦会館で合同の仮通夜が営まれました。この仮通夜には遺族40人のほか、飛島建設の社長ら関係者200人余りが参列し、個人の冥福を祈りました。仮通夜は1時間ほどで終わりましたが、会場から出てきた遺族は足早に迎えの車に乗り込み、また関係者も終始険しい顔つきでした。これで今回の事故で行方不明となっているのは半田利光さん1人となりましたが、捜索活動は23日の朝7時半から再開される見通しです。ところで事故原因ですが、千葉県の事故調査委員会は22日水が流れ込んだトンネルの入り口を視察しました。事故は氾濫した国分川の水が仮の堤防とトンネル入り口に積まれた土のうを破壊してトンネル内に流れ込んで起きたものとみられており、調査委員会はこの2つの水止めの強度などに問題がなかったかどうか検討していく方針です。さて、雲仙普賢岳は新しい溶岩ドームが成長するなど活発な活動を続けておりますが、麓の深井町では今月15日に火砕流の被害を受けた立ち入り禁止区域で住民の一時立ち入りが許可されました。深井町の大野小場地区は死者行方不明者43人を出した6月の大火砕流以来立ち入りが禁じられています。22日は500人余りの住民が役場で許可証をもらい我が家へと急ぎました。行ったら危ないな、死ぬ物狂いで来ております。もう子供たちは都会にいてですね、行くなって言うんですけど行きたいんです。私たちも何にも持ち出してないしですね、6月の3日から出たっきりでしょ、望んでたところですよ。もう今までも心待ちしてるね。
大野小場地区は今月15日の大火砕流で民家などおよそ120棟が全焼したばかりで、久しぶりに自宅に戻った住民の中には無残に焼け落ちた我が家を前に呆然と立ち尽くす人の姿も見られました。ところでこの一時立ち入りについて火山学者は、普賢岳の活動が活発な時だけに安全面の保障はできないとして中止を呼びかけていましたが、府会長では住民の意向を尊重して立ち入り許可に踏み切りました。戦闘が拡大しておりますユーゴスラビアの情勢ですが、ユーゴスラビア連邦軍は中でも圧巻だったのはノーサイド直前のこの連続プレー。ボールを持っているのはずっと神戸製鋼です。後半も3トライを加えた神戸製鋼はワールドカップを控えた平尾、大柳ら5人の主力選手を除いたメンバーながら25対3で明治に快勝。今年も人口は強そうです。関東大学ラグビー対抗戦、堀越、合田、今泉らが抜けた早稲田の今シーズンを占う開幕戦が行われ、東大と対戦しました。しかし序盤は地に足がついていないのか、ところどころにミスを連発します。今は一試合一試合課題をもらってくる段階だと高橋監督が言うように、まだまだチーム力は未知数。これから秋に向けての仕上がりが注目されます。試合は72対6で早稲田が勝ちました。まあ、ラグビーは今年はワールドカップイヤーですから、大学を中心にかなり盛り上がるんじゃないでしょうかね。以上です。佐藤岡さん、木場さん、どうぞ。はい、どうもありがとうございました。さて、プロ野球ですが、明日西武近鉄最後の試合ありますけどもね。今日もね、もうキャッチボールから桃がね、やる気満々なんですよ。リリーフ満々、もうそれ大木監督見てましてね、本当嬉しいな、行くぞなんか言ってるんですよ。だから明日ね、近鉄が勝ち方になりますと、もう桃リリーフっていうのはね、見られますよ。まあ、ゲーム差は 1.5 マジック10ということなんですが、はい、1.5 というのはこれは残り試合から考えると負け数が、4つ近鉄の方が多いですからね、それがやはり痛いですね。まあ、でもいいゲームをして、そうですね最後の最後ですもんね。プロ野球ファンも楽しませてください。はい、また来週お会いしましょう。さよなら、おやすみなさい。CM の途中ですが、今コダックゴールドフィルムでメイプルリーフ金貨が抽選で当たります。揺さぶる色だ、コダックゴールドフィルム新発売。いいね。ここまで磨いてビア吟醸サントリー。さあ、最初は30人、続いて60人、いっぱい乗って100人。やっぱりいいな、100人乗っても大丈夫。安心の強さ、稲葉物置。銀次ゴミ、銀次ゴミ、銀次ゴミ。丁寧仕込みは喉越しうまい銀次ゴミ。ありましたから、苦い経験もたくさんありますしね。日米国際レディースシングルス決勝は、大会2連覇を狙うフェルナンデスと全米オープンチャンピオンセレスとの対戦になりました。セレスは序盤からフェルナンデスを圧倒します。先ほどのフェルナンデスの話にもありましたけれども、両手打ちの強烈なストロークで相手に付け入る隙を与えません。セットポイントです。力強いサービスに加えてパワフルかつ粘り強いテニスで立て続けにゲームを奪い、第1セットを 6-1 でものにします。第1セット、モニカ・セレス、はい、第2セットに入ってもその勢いは止まらず、セレスの迫力にフェルナンデスは全く自分のテニスをさせてもらえません。世界ランキング1位のセレスが2対0のストレートでフェルナンデスを下して、この大会初優勝。今シーズン7勝目を挙げました。バルセロナオリンピックの出場権を手に凱旋した日本チームは、帰国後第1戦でアメリカチームにストレート負け、第2戦に雪辱を期して臨みました。しかし若手主体のアメリカチームにパワーで圧倒され、苦しい試合を強いられた日本ですが、第4セットのシーソーゲームをデュースの末ものにして、ようやく波に乗ります。ファイナルセットに入り、日本のブロックが決まり始めます。
13オールから41本のスパイクを決めたエース中川一がバックアタックを決めて接戦から抜け出します。最後は荻野の鮮やかなブロックポイントでゲームセット。日本は逆転でアメリカを下し対戦成績を1勝1敗としました。ラグビーの神戸製鋼対明治大学定期戦、去年日本一を争った両チームの対戦は前半3分、今シーズン前評判の高い明治が長友のペナルティーゴールで3対0と先制します。しかしその直後にすかさず同点に追いついた神戸製鋼は30分、ルーキー富岡のトライで7対3と逆転。これで自慢のつなぎのラグビーにエンジンがかかります。中でも圧巻だったのはノーサイド直前のこの連続プレー。ボールを持っているのはずっと神戸製鋼です。後半も3トライを加えた神戸製鋼はワールドカップを控えた平尾、大八木ら5人の主力選手を除いたメンバーながら25対3で明治に快勝。今年も人口は強そうです。関東大学ラグビー対抗戦、堀越、合田、今泉らが抜けた早稲田の今シーズンを占う開幕戦が行われ、東大と対戦しました。しかし序盤は地に足がついていないのか、ところどころにミスを連発します。